どうも、シュンス TV です。前回の放送を見てくれた人は分かると思うんですけど、ギャビーギャビーがですね、僕のギグルを救出してくれましたということでですね、結構いろんな方からギャビーギャビーはもう仲間にしていいんじゃないかと、シュンさんギャビーギャビー仲間にしましょうよと、もういろんなコメントやメッセージがたくさんいただきまして、まあ、確かにギャビーギャビーもうこれは罠とかじゃなくて本当にいい心になってる可能性があるんですよね。僕らが変えたというよりもギャビーギャビー自身がもともとすごくいい心でちょっと間違って悪いことをしちゃったけど、でも根がいい子だからハーモニーにアタックしてダメだった時にウッディにごめんなさいってボイスボックスを返してくれて、ベンソンたちがしている悪いこともギャビーギャビーがこっそりと僕らのことを助けてくれるだけな気がするんですよね。ということでギャビーギャビーはこれはもう仲間に入れていいんじゃないかということでですね、今日はギャビーギャビーを仲間に入れたいと思うんです。そしてまずあのギャビーギャビーはアンティークショップの売り物なので、ちょっとアンティークショップのおばちゃんに電話してみたいと思います。あ、もしもし、アンティークショップのお店の方ですかね。はいはいはい、あのですねちょっとお聞きしたいんですけど、そちらの商品でギャビーギャビーってありますかね。あ、ですね、あの黄色い服を着た、なんか背中の紐を引っ張るとなんか声が出るようなお人形です。あ、あります、あります、はい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 。あれっていくらぐらいで売ってるんですか。無料。え、なんで無料。あの人形が怖いって言って子供たちがみんな嫌がる。へえ、あ、もう長いこと誰も買ってくれないから、もう無料でもいいから持ってってくれる人を募集してるんですね。あ、そうなんですね。そうかそうか、そうだな。そしたらちょっと僕もらいたいんですけど、ちょっと今度もうなんか取りに行ってもいいですかね。あ、大歓迎。あ、もういつでも取りに来てくださいと。あ、わかりました、はい、ありがとうございます。はい、すいません、失礼します。皆さん、ギャビギャビ無料ですって。なんと、もう長いことずっと誰も買ってくれない、しかも子供に怖がられてるっていうね。まあ確かに見た目が若干怖いのかもしれない。あと紐引っ張ったらなんか、まあボイスボックスが壊れてて怖い声が出るっていうのもあって、もらってもらえないんでしょうね。よし、こうなったらですね、もう僕がもらいたいと思いますので、あとはベンソンとかが邪魔してきたり、あるいは嫉妬でものすごい怒ってくる可能性もあるので、一旦ここはジェニーちゃんがアンティークショップの近くまで瞬間移動してもらって、そしてエコロケーションで中の様子を見てきてください。そしてスマイリーロックさん、ぜひその結果を教えてください。 OK ですかね。あー、もちろんですよ、ぜひ任せてください。では2人ともいってらっしゃい。おお、おお、行きましたね。これで中の様子がわかるはずですからね。おお、おい、来ました来ました。スマイリーロックさん、どうでした。はい、シュンズ TV、 チャンスですよ。アンティークショップの中に今現在ベンソンもロッツォもザーグもお猿もサニーサイドメンバーもみんないませんでしたよ。ギャビギャビ一人がいます。おお、え、なんででしょうね。なんでそんだけ大量にみんなでどっか行ってるんでしょうね。ちなみにギャビーギャビーは一人でずっと落ち込んでいましたよ。ギャビーギャビーはもうハーモニーからいらないって言われた日からずっと落ち込んでるんですね。でもその落ち込んだ状態で悪いことをしようって考えないのが本当にギャビーギャビーのいいところですよね。人に対していいことをいっぱいしてますからね。そうか、じゃあ結果的にアンティークショップ今ギャビーギャビーしかいないんですね。ということはですね、今はギャビーギャビーを仲間にすることができるということですね。一応ジェニーちゃん、僕一人で行くのもあれなので、そうだな、ギャビーギャビーと一度でも会ったことがある人、みんなで一緒に行きましょう。ウッディ、ボーピープ、それからギグル、
あとダッキー&バニーもこの前アンティークショップに行きましたからね、まあ、僕の記憶が正しいかどうかがあれなので、もしかしたら他にもいるかもしれませんけども、じゃあその4体で一緒に行きましょうか。そしてジェニーちゃん、ジェニーちゃんにお願いがあります。この恐竜の頭で透明の状態でカメラで撮影もしてほしいんですよ。僕ギャビーギャビーを迎え入れるのに両手を開けた状態で行きたいので、ぜひジェニーちゃんのセンスに任せますので、ここカメラで写したいというところを全部写してもらってもいいですかね。ありがとうございます。ではジェニーちゃん、一体ずつどん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 瞬間移動の方お願いします。ウッディ、俺たちもこれから行くからね。おお、ボーピープも行ってらっしゃい。おお、ダッキー&バニーも行ってらっしゃい。おお、そして最後はギグルですね。おお、オッケー、ジェニーちゃん、最後はですね、ぜひカメラで回しながら僕のこともお願いいたします。では緊張しますね。ギャビーギャビーを仲間に入れられるんでしょうか。さっき少し喋ったけど、とってもいい子だった。やっぱり生まれ持って悪いやつなんていないんですね。ステンチーの質問コーナー。ステンチーに質問です。リンゴちゃんとシュンさん、どっちがモノマネ上手だと思いますか？リンゴちゃんに決まってるよ。だって僕、シュンさんのモノマネ聞いたことないし。ステンチーに質問。スマイリーロックが帰ってきて嬉しいですか？嬉しいけど、帰ってきたというより一時的にボニーちゃんから借りてる状態だから、またお別れが寂しいな。多分もうそろそろ返しちゃうと思うんだよな。いい案があります。ステンチーをフォーキーみたいにデーモン化したらいいんじゃないですか？僕自信ないからダメだよ。僕にそんなことしないで。わーん、ポリスステンチーの質問コーナー。ポリスステンチーでアンティークショップ行けばどうですか？素晴らしいですね。私はアンティークショップに行きたいです。私が全員倒してシュンズ TV に平和をもたらしたいですね。皆さん、
ギャビーギャビーはとってもいい子でした。もし悪いことをしようと思っても私がいるのでご安心ください。それではまた必ず見てくださいね。あばよー。